豊玉姫の本当の姿が怖すぎる。この神様は、兄の釣り針を探すために怪人の宮を訪れた天孫ニニギの息子である、ヒコホホデミの妻となった女神豊玉姫です。名前に用いられている玉は、神霊が寄りつく乙女を意味しています。ヒコホホデミが3年過ごした怪人の宮を去るとき、豊玉姫は身ごもっていたため、彼女は自分のために産屋を建設してほしいと夫に依頼しました。その産屋は、ウの羽を蚊帳のように屋根に吹く設計でしたが、すべての羽を吹き終える前にお産が始まってしまったため、豊玉姫が産んだヒコホホデミの息子は、産屋の屋根も吹き終えないうちに生まれた子という意味で、うがや吹き合えずと命名されました。そうしたスムーズなお産の物語から、安産の守り神として信仰されるようになった。このようにヒコホホデミに愛された豊玉姫ですが、出産の時にとんでもないことがあったのです。豊玉姫は出産中の自分を見ないでほしいと夫に頼み、産屋にこもりますが、ヒコホホデミは約束を破り、ワニザメの姿で出産している妻の姿を盗み見してしまいます。正体を知られたことを恥じて、豊玉姫は出産後、怪人の宮に戻ってしまいますが、我が子の養育を妹の玉より姫に託すなど、我が子への思いやりを怠りませんでした。そのため、安産や子育て、さらに子宝のご利益の高い女神とされています。夫のヒコホホデミが逃げ出すほどの姿でありながら、その後も我が子を思い続けた子供思いの女神、豊玉姫なのです。このチャンネルでは、日本の神様シリーズを毎週金曜日19時に更新しています。興味がある人は見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。